小林正夫君、国民民主党新緑会の小林正夫です。今年は新型コロナウイルス感染症の拡大によってマスクの配布、それと特別定額給付金関連の郵便、まあこういう緊急配達がありました。公転や猛暑の中で日々全国通らうら郵便の配達等の業務に携わっているポストマンの方に改めて私は感謝したいと思います。 そしてまあ、年末年始を迎えます業務量が相当増えると思いますけれどもまあ、交通安全を含めて安全に留意して業務に当たっていただきたいまずこのことをお願いをしておきたいと思いますそれでは質問に入ります今回の郵便法は私は郵政民営化と関連するとまあ、このように考えておりますそこで郵政民営化について武田大臣に質問をしたいと思いますあの 私は2004年の参議院選挙で立候補いたしました、まあ、その時に全国を回りましたけれども、まあ、当時を振り返ると選挙期間中この郵政民営化の話題が持ちきりでしたそして当選後の2005年の7月5日の衆議院の採決において郵政民営化法案は5票差で可決をしましたそしてまあ参議院は8月8日に 17票で否決をいたしましま本来ならば、衆参の決議に総意があった場合は、衆議院において再度の採決が必要となりますが、まあ、当時の小泉総理は、再可決には3分の2以上の賛成が必要なことから、困難と判断されたのか、参議院で否決された夜に記者会見を行って、 衆議院の解散を異例な形で表明するに至り、資格といわれる騒動があり、郵政民営化の賛成か反対か、こういう劇場型の選挙が繰り広げた、まあ、このように私は記憶しております。え午前中の質疑でえ、吉田委員の質問に対して、自民党の中で手続きに問題があったので反対をしたと、まあ、こういう群れの大臣からお話がありました。まあ、大臣はこの優勢法の法 郵政民営化については、反対票を通じておりますが、郵政民営化法案の中身については、どのようにお考えだったんでしょうか武田総務大臣。あの当時、中身についてですね、先生方がご議論を重ねていただいている、本当にユニバーサルサービス維持できるのかという問題が一番の議論だったんですね。民営化になっってて株株を売ってしまえば株主からは 非採算部門を切り捨てろという意欲が絶対来るわけですから、じゃあ、非採算部門というのは何でかで過疎地、過疎地における郵便局の役割ってもう絶大なもんがある、そこをしっかりとどういう形で担保するのかということがなされないまま、技量を迎えたということ、ここは本当に私は残念でなりませんでした小林正夫君。はい 先ほどよりか丁寧に答弁があったと、このように思います。それで、また大臣にお聞きをしたいと思いますけれども、ゆうちょ銀行の預金不正引き出し、あるいはかんぽ生命の不適切な販売の不祥事が発生したこと、そして今回の郵便法改正は、ユニバーサルサービスの低下を招くものであり、これらのことから私は民営化は失敗したと、大臣はこのように受け止めてますかという質問をしたいと思います。 それで、えーと、政府は私は民営化は失敗したと認めるべきじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか竹田総務大臣あの。成功か失敗かっていう、その見方っていうのは非常に難しいんだと思いますけれども、しかしあの、経営の自由度が広がった、で過,去に過去よりもその前向きにチャレンジできる環境が整ったっていう部分では、私はプラスになっているんではないかなと思います。あとは 日本郵便側がその能力をどうやって発揮するか、このことが求められるんじゃないかなと思います小林正雄君そして、衆議院の付帯決議で、郵政が民営化して13年が経過したこともあり、民営化後の状況等について総合的に検証するというこの付帯決議が可決をされました。で大臣はその時に ご決議のありました事項については、その趣旨を十分に尊重してまいりますと、このように答弁をされておりますが、どのような検証をしていくお考えか、お聞きいたします武田総務大臣。えー、現在あの、郵政民営化法に基づき、郵政民営化委員会において、郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証が、民営化の基本理念に掲げられている国民の利便性の向上、 を踏まえて進められていると承知をいたしております小林正夫君はい、えー、十分研修をしていただければと思います、えー、次ですけれども2007年10月1日の民営化から13年そして現在の増田社長は6代目の社長です短期間での社長交代は事業経営の安定性と成長戦略の欠如につながっている 無責任対質の助長につながったと資料しますけれども、大臣のご認識をお聞かせください。また、郵政各社の社長人事に政府が深く関わってきたと私は認識しておりますけれども、自立的経営の妨げとの認識は大臣にあるかどうか、人事への政府の介入は限定的であるべきだと私は思いますけど、いかがでしょうか。武田総務大臣、えー、日本郵政株式会社の市 社長の選任については、同社の取締役会において、経営判断により決定されるものだと思っております。また、取締役の選任につきましては、同社の株主総会で決議されるわけですけれども、この選任決議は、日本郵政株式会社法に基づき、総務大臣を認可を受けなければ、その効力を生じないとされてはおります。 ししかしあの自立性の障害になっているということは、当てはまらないんじゃないかなと思います小林正雄君、はいえー、次に、総務省と金融庁、そして民営化推進本部にお聞きをいたします。民営郵政の成長発展に向けて、総務省、金融庁、民営化推進本部の役割はいかにあるべきと考えているか、まあ、それぞれのご見解をお聞きをしたい。 私は規制するという役割ではなくて、育成という観点が大変重要な時期に来ていると、このように私は思っておりますけれども、いかがでしょうか佐々木郵政行政部長。お答え申し上げます。総務省は、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上という、郵政民営化法の基本理念を踏まえまして、 郵政民営化法、日本郵政株式会社法、日本郵便株式会社法に基づき、日本郵政および日本郵便について、事業計画の認可や金融2社の新企業も行う場合の認可などの監督を行っております。総務省としては、法令に基づき適切な監督を行うことにより、日本 日本,日本郵政グループにおける企業価値の持続的な向上につながる取り組みを関係省庁と連携しつつ推進してまいりたいと考えてございます一方で郵便物数の減少や低金利の長期化など郵政事業を取り巻く環境が厳しさを増す中で総務省といたしましても郵便局活性化推進事業により 地域の郵便局と地方自治体などが連携し、地域問題を解決するモデルケースの創出を支援するとともに、デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会を設置いたしまして、全国2万4000局のネットワークや莫大なデータを活用した新たなビジネスモデルの構築について、必要と考えられる環境整備を含め、検討を行っているところでございます。 金融庁総合政策局、田原三官お答え申し上げます、金融庁の役割でございますけれども、銀行法、保険業法に基づきまして、日本郵政グループに対して適切な監督を行うことに加えまして、委員ご指摘の育成という観点からは、日本郵政グループに対しまして、顧客本位のサービスの提供を通じて、持続可能なグループ全体のビジネスモデルを確立し、企業価値の向上等を促すことが重要であるというふうに考えているところでございます。 日本郵政グループにおかれましては、先般グループの持続,的な成長持続可能な成長および企業価値の向上に向けた取り組みを盛り込みました、次期中期経営計画の基本的な考え方を公表されているというふうに承知しております。金融庁といたしましては、関係省庁とも連携いたしまして、このような企業価値の向上などに向けました日本郵政グループの取り組みにつきまして、しっかりとモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます委員長内閣官房奈良内閣審議官。 郵政民営化推進本部は、郵政民営化を推進するために、郵政民営化の推進に関する総合調整、必要な法律案および政令案の立案等の役割を担ってございます。政府といたしましては、これまで、日本郵政グループに対しまして、郵政民営化の成果を国民が実感できるよう、日本郵政グループによる利用者の利便のさらなる向上と、企業価値の向上等の取り組みについて、それらを後押ししてきたところであり、引き続き関係省庁と連携しつつ、 郵政民営化委員会の総合的な検証も踏まえて、その推進に取り組んでまいります小林正雄君、はいあの。この郵政民営化が定着をしていく、まあ、こういう方向で進められていくと思いますけれども、まあ、ぜひ、育成という観点を持って、それぞれがことに当たっていただきたいことをお願いをしておきます。 まず大臣にお聞きをいたしますこの法案は第200回の臨時国会そして第201回の通常国会の提出が見送られた経過がありました三つ聞きます一つは見送られた要因は何だったのか二つ目は現在その要因は改善されたのか三つ目が今回の提案は時期早消ということはないかどうかお聞きいたします武田総務大臣 あのえー、昨年の臨時国会、今年の通常国会でお蔵入りとなったのは事実であります。でこれはあの紛れもなく、官保生命の不適正募集問題への対応、これに専念するために、えー、2つの国会がお蔵入りとなったわけでありますけれども、この不適正募集問題については、10月5日から日本郵政グループにおいて、信頼回復に向けた業務運営として、 既存顧客へのお詫び訪問を開始し、国民の皆さんの信頼回復に努めており、また不利益を受けた顧客の権利改革についても進展を見ているところであります。で、まあ、これ、早すぎるんではないかというご指摘もあるんでしょうけれども、しかし今ですね、このデジタル化の進展、また働き方改革等の社会環境の変化であるとか、あとニーズの変化だとか、そしてなんと申しましてもコロナ禍で、 郵便のこの物数の急激な減少というものを考えたときに、やはり安定、そしてまあ継続的なサービスを提供するためには、やはりこの時点でこの問題にチャレンジしていかなくてはならないと、こういう判断に至ったわけであります小林正夫君。 大臣は11月12日の大臣所信的挨拶の中で、当面、力を入れたい政策の第一は、社会全体のデジタル化を実現したい、この旨が述べられて、国民がデジタル化の利便性を実感できる社会をつくりたいと、このようにおっしゃいました。デジタル化が手紙やはがきの郵便物の集配に与える影響について、大臣はどのようにお考えでしょうか。 武田総務大臣ご指摘のように、最近、電子メール、そしてまた SNS の普及というので、社会のデジタル化というものはどんどん進んでいっております。であのこの進展によって、えー、だけとは限りませんけれども、郵便物質の減少傾向については、継続して、えー、する可能性が高いというふうに踏んでおります。一方で、その業務のデジタル化においては、AI の活用による配達ルートの最適化。 など、集配業務の効率化に資するため、日本郵便においては、こういった分野には積極的に取り組んでいただきたいと、このように考えております小林正夫君、はい。いろいろあの技術の進展で今、社会が変わっていくと思いますけれども、まあ、ぜひあの郵便は期待をして投函する、あるいはそれを受け取ると、まあ、こういう感情が非常に大きくありますので、まあ、ぜひ、えー、そういう意味では、 しっかりした郵便配達ができるように、今後とも頑張っていただければというふうに思います。次に、日本郵便にお聞きをいたします。4つお聞きをいたします。1つは、郵便物流事業の決算の概要について。2つ目が、今回の郵便サービスの見直しによる経営の影響について。3つ目が、週5日配達実施による財務的効果。 4つ目が総配達日数の繰り上げ実施による財務的効果、この4点についてお聞きいたします日本郵政、伊佐山常務執行役。 お答え申し上げます11月13日に公表いたしました、日本郵政グループ中間決算における郵便物流事業の状況でございますけれども、営業収益は対前期比279億円減の9627億円、営業利益は218億円減の64億円。 64億円ととななりりまましてて減減収減益となっております営業収益につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の下で、巣ごもり消費に伴います、e、イコマース利用の拡大によりまして、u パックの取扱い量が増加したものの、経済活動の停滞に伴い、DM などの郵便物、郵メールの差し出しが大幅に減少したため、大きな,減,益とな減収となっております。他方営業費用につきましては 取り扱い量に応じたコストコントロールの取り組みによる人件費の抑制等に取り組んでまいりましたけれども、営業収益の減少を打ち返すには至らなかったということでございます。次に、今回の郵便サービスの見直しによります経費への影響についてでございますけれども、まず土曜配達の取りやめによります影響といたしましては、土曜日の郵便業務から他の業務にシフト可能となる要因の人件費と、 関連します貯金手当燃料費の削減分を合わせまして年間で約500億円弱を見込んでいるところでございますまた送、えー、達日数の繰り下げによる影響といたしましては深夜帯の郵便業務から 他の業務にシフト可能となる要因の人件費と関連する夜勤手当運送費の削減分を合わせまして年間で50億円弱を見込んでおりますこれによりまして合わせて500億円強の影響があるものと見込んでおりますけれどもこのうち土曜配達と それから深夜帯の郵便業務から他の業務にシフト可能となる要因につきましては、主に引き続き増加が見込まれます荷物の業務等に再配置することを予定しているものでございまして、会社の内部での要員の移動となるものでございます。この荷物分野への要員のシフトにつきましては、拡大が見込まれます荷物事業の成長を通じまして、 会社全体の景気盤の安定化に資するものと考えております小林夫君確認ですけれども、財務的な効果は郵便事業単体でプラス 500, 円500億円程度、まあ、このように受け取ってよろしい,い,いですか日本郵政、伊佐山常務執行役。 シフト可能な要因につきましては、現在、人手不足の下で、貯金等で対応しているすることが余儀なくされております郵便分野へ一部残すことも考えておりますので、まあ、そういう意味では、えー、郵便分野への,その財務上の影響といたしましては、最大で500億円強というふうにご,ご理解いただければというふうに思います小林正夫君、えー、今回の制度改革は、働き方改革にもつながっていると思います。 まあ従って今の数字、働き方改革に私は生かしてもらいたいと、このように要望いたしますけど、いかがですか日本郵政伊勢山常務執行役。 今回の郵便サービスの見直しにおきましてあの目指すべき働き方改革というのを描いているところでございますけれどもまず土曜配達を取りやめることによりまして週末の業務に従事する社員を減らしまして平日の業務に従事する社員を増やすことを目指してまいりますまた郵便物を翌日に配達するために深夜帯にまあ、郵便物の仕分け作業を行っておりますけれども送、まあ、達日数を繰り下げることによりましてまあ、深夜の作業を昼間に移すことが可能 となりますので、まあ、これによりまして、深夜帯の業務に従事する社員を減らして、中間帯、昼間の時間帯に業務に,の業務に従事する社員を増やすことを目指してまいります。併せて、シフト可能となります要因の一部を、先ほどご答弁申し上げたとおり、まあ、人手不足の中で、貯金等で対応することをよくなくされております郵便業務のにも再配置することを考えておりまして、まあ、これによりまして、貯金あるいは休日出勤等をさらに減らすことが、 可能になるものだというふうに考えております。以上のような働き方改革を目指してまいります。小林正夫君、はい、期待をしたいと思います。資料1を用意をいたしました。これはあの政府から提供いただいたものですが、まあ今回のこの資料に改正の背景が書かれております。政府は SNS、電子商取引等のデジタル化の進展に伴い 手紙あき等の部数が減少する一方で配達、荷物の配達の個数が急増する、他方、郵便事業の人手不足は深刻化しており、労働力確保の点から、働き方改革への対応が喫緊の課題に、そして、また新型コロナウイルス感染が拡大する中、深夜の区分作業時間帯を中心に、3密となっている労働環境を早期に改善する必要がある。 かから一刻も早い制制度度改改革を制度の改正をののの正行うう必要ががあると、まあ、このようにこよに背景が書かれておりますそこで日本郵便にお聞きいたしますけれども、今回の改正で手紙、はがき等の通常郵便物の配達頻度、あるいは配達日数が見直しを抑えるということになりますけれども、また、急増する荷物の配達対応が求められると言われておりますが、働き方がどう変わるのか。 どのような働き方になることを目指すのか目指す働き方について示してほしいと思います日本郵政伊勢山常務執行役お答え申し上げます先ほどと繰り返しになるところがございますけれども今回の郵便サービスの見直し4人おり おきましては同様配達の休止、それから送達日数の1日繰り下げによりまして、平日にの業務に従事するもの中間帯、昼間の時間帯にの業務に従事をするもの併せて人手不足に対応するため、長金、あるいは地球日出勤ができるだけ少なく、少ない状態で働くことができるようにすること、こういったものをあの働き方改革の目指すべき姿として、思い描いて取り組んでまいるところでございます。 小林夫君そして今、やってる仕事そのものが大きく変わるわけじゃなくて、今、答弁されたようなことを、働き方改革として考えていると、まあ、そういうことなんでしょうか。日本郵政伊勢山常務執行役 お答え申し上げます、まあ、今回の郵便サービスの見直しにおきましてえ、考えている働き方改革ということにつきましては、あの今申し上げたとおりでございます小林正夫君、はいあの。併せて聞きますけれども、まあ、近い将来というか、まあ、少し時間が経った将来、そういう将来について、えー、郵便局、あるいは郵政で働く人たちの働き方っていうのは、どのように、 変えていきたいというふうに思ってるんでしょうか日本郵政伊勢山常務執行役お答え申し上げます 人手不足がますます深刻化する中で、働き方改革、特にコロナウイルス感染拡大の下では、3密を回避した働き方の改革ということも求められているところでございますので、まあ、引き続き、すでに一部取り組んでおりますけれども、先端技術を活用した業務そのものの見直し、オペレーション改革に取り組んでまいりたいというふうに考えております。えーまあ、いろいろなデデーータタを取得しております差出人の方かかららられるデータ区分 データこういったものがございますけれども、現在、十分活用してないところがございますので、こういったものを活用いたしまして、最適な配達エリアの在り方を見直す、あるいは自動的に最適な配達のルートを選定できるようにする、あるいは現在、ハブスポークシステムでネットワークが出来上がっておりますけれども、区分の数を今よりも、 ずっと多くいたしまして、直行便をできるだけ多くする形で、運送便の効率化を図る、こういったことによりまして、できるだけ数の少ない人手を、人手のもとで品質の高い安定的なサービスが提供できるような、そういう姿を目指してまいりたいというふうに考えております小林正夫君、はい。ぜひあの働く仲間、自分たちの職場がどういうふうに変わっていくのか。 まあそういうものも追求していただきながら取り組んでいただくことをお願いをいたします次です日本郵便に引き続ききます先ほど片山先生からも質問がありましたけれども要因の関係について質問をいたします一つは土曜日配達の休止によって現在勤務する何名のうちどのぐらいの人がどういう業務に再配置することが可能になるのか二つ目 配達日数繰り下げの実施によって、郵便の区分業務等を担当する勤務者、何名のうち、どのぐらいの人がどういう業務に再配置することが可能になるのか、教えてください。日日本郵政伊勢山事務執行役土曜のの配達の取りりによりまして 郵便物の土曜日の配達のために出勤している社員、現在約5万5千人のうち、約4万7千人が他の曜日の業務、あるいは荷物等の業務に再配置可能になるというふうに見込んでおります。また、送達日数の1日繰り下げによりまして、郵便物の仕分け業務のために、夜間、深夜帯の勤務に配置しております社員、現在約8700人でございますけれども、このうち5600人が中間帯の業務や荷物等の 他のの業務ににに配配置可能になる再配置可可能能ななるる再ものと見込んでおりますどの業務にどの程度の再配置を行うかにつきましては、荷物等の部数の動向、あるいは社員の意向など、個、ま、々、あの郵便局の状況を踏まえて、確定、実施することとしているため、現時点におきまして、業務ごとの再配置予定人数を申し上げることはできないところでございます小林正夫君。 はい、あの私の印象としては、ずいぶんの人が業務が変わっていくなと、まあ、こういうふうに私は感じました。あの現場に出る仕事もあれば、えー、所内で勤務する仕事もあると思うんですが、まあ、仕事が変わるっていうことになれば、まあ、安全性のことから、まあ、研修など、必要なそういうものはきちんと行っていかないといけないんじゃないかと私は思いますので、まあ、ぜひ安全が損なわないような、 計画を作ってもらいたいとこのように思いますそれで資料2を用意をいたしましたこれはあの日本郵便からいただいた社員数及び正社員等用の合格者の推移でありますまた事前レクでお話を聞いたときに月平均時間外勤務時間は2018年で24.6時間 2019年で23.9時間と私、お聞きをいたしました、で今後、郵便サービスの見直しが実施された場合、この社員数と時間外勤務時間がどう変化していくと想定をしているのか、2つ目には、今後の正社員登用計画、どういう計画をお持ちかお聞きをいたします。日本郵政伊佐山常務執行役 今回の郵便サービスの見直しによりまして、再配置可能となる人数につきましては、先ほど申し上げました土曜,土曜配達の取りやめと、送達日数の繰り下げによるものを合わせまして、約5万2600人を見込んでいるところでございますけれども、これらの要因は、あの先ほど申し上げましたとおり、社内において、 1一つは人手不足により、弔金等により対応している郵便分野、もう1つは増加,が増加が見込まれる荷物の分野に再配置する予定でございます。このため、今回の取り組みによります社員数の変化につきましては、会社全体として大きな変動はないものと想定しております。また、弔金の削減効果につきましては、大雑 大ざっぱな試算ということでございますけれども、約1割程度の縮減を見込んでいるところでございます。えー 一方、正社員登用でございますけれども、優秀な基幹雇用社員を正社員に登用することで、モチベーションのアップと雇用の安定を図るため、民営化以降、毎年行っているものでございまして、例年、約3500人を正社員に登用してきているところでございます。この正社員登用につきましては、会社としても重要な取り組みと認識しておりますので、今後とも継続的に実施してまいりたいというふうに考えております小林正夫君。 確かにこの資料を見ると、2014年度から年度ごとに、この正社員への登用の合格者の推移の数字がここに書かれております。今お話の通り、おおむね3000名程度、最近では3000名を超える方が正社員に登用されていますけれども、これはその頭数があるんでしょうか、要は合格者数をここに表しているということなんですが、年度の合格者の 定数というのは決まってるんですか要は合格さえればみんな正社員になれるという仕組みになってるんでしょうか日本郵政伊勢山常務執行役お答え申し上げます正社員と基幹雇用社員のえにそのえ 期待されている役割というのは、あの,のずから違っているということでございまして、全体の業務の見通しを踏まえまして、必要な正社員の数を算定し、そのための採用につきまして、新規雇用、あるいは正社員登用、場合によっては中途採用もございますけれども、こういった手段の中で、どれ、どの手段により、どの程度の採用をするかということについてあの、あらかじめ決めさせていただいているというものでございます。 小林政君まあ確かにあの非正規で働いている方は、正社員じゃなくていいと、自分の都合のいい時間帯に働きたいという方もいらっしゃるから、今の非正規の方がみんながみんな正社員になりたいと思っていることは私はないと思います。この辺の感覚はどのように捉えていますか、今、非正規で働いている人がどのぐらい正社員になりたいと希望しているのかどうか、この辺の数字、把握していれば教えてください。 日本郵政伊勢山重務執行役。お答え申し上げます。えー、あらかじめ、えー、非正規社員の皆非正規社員のアンケート調査等によりまして全体の意向を把握するということは行っておりません。あの仕組みといたしましては、 一定の要件の下で希望する非正規社員にその申し込みをしていただきまして一定の選考過程を経て合格した者につきましては正社員に登用させていただくという仕組みで運用しているところでございます小林正夫君次の質問に行きます日本郵政にお聞きをいたします日本郵政グループの営業成績をお聞きいたします 日本郵政谷垣政政務執行役お答え申し上げます日本郵政グループ全体の営業成績はどうかというご質問でございますけれども、この13日に発表いたしました中間決算によりますと、グループ連結の経常収益につきましては、5兆6391億円でございまして、これは全中間期費3301億円の減収でございます。 また、中間純利益につきましては、1789億円と、全中間期費で576億円の減益となってございます。これは主に、官ぽ商品の積極的な提案を控えていることでございますとか、新型コロナウイルスの影響、低金利の影響等が要因でございますけれども、当中間期につきましては、主要子会社、日本郵便、郵貯銀行、官ぽ生命3社、いずれも減収、グループ連結では減収、減益となりまして、厳しい傾向が続いているものと、 認識しているところでございます小林正夫君はい、えー、状況は分かりましたそこで、えー、日本郵政グループの営業成績今お聞きしましたけれどもこれに関連して一点お聞きいたしますオリンピックのスポンサーの関係です私はあの前の東京オリンピックのときは、えー、高校二年生でした、えー、来年日本でまたオリンピックがされるということを大いに期待をしたいと思っている一人でございます そこで日本郵政が結んでいる東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー契約についてお聞きをしたいと思います11月14日の NHK の報道では先月、東京大会の組織委員会と国内の契約を結ぶスポンサー企業67社に対しアンケート調査を行い81%にあたる54社から回答を得た来年に延期された大会でも期待していたメリットが得られそうか と尋ねたところ、65%に上る35社が分からないと回答し、得られないと答えた企業も9%に当たる5社ありました。一方で、メリットが得られると答えた企業は12社で、全体の22%にとどまっている。また、来月末で契約が切れるスポンサー契約を延長するかどうか尋ねたところ、30%に当たる16社が、 契約を延長すると答えた一方、61%に当たる33社が決めていないと、まあ、このように回答したと報じられました。そこで日本郵政は、今年の12月末までのスポンサー契約の延長をどう判断するのか、お聞きをいたします。日本本郵政川本政務執行役 答え申し上げます委員ご指摘のように、東京オリンピック・パラリンピックはまさしく国家プロジェクトであり、大会の成功に向けてできる限り協力をしていきたいというふうに考えております。ただ、現時点におきましては、大会組織委員会より示された条件を精査中でございまして、スポンサー契約の延長の可否については、検討を継続していると。 こういう状況でご理解を賜ればと思います。小林正君オリンピックに協力をしていくということがベースだと思いますけれども、スポンサー契約をした目的、大きな目的は何だったんでしょうか日本郵政川本専務執行役、お答え申し上げます。 スポンサー契約を締結することによりまして、いわゆるスポンサー権益というものがございます。それを活用いたしまして、例えば企業イメージであるとか、場合によれば、それぞれ商品ごと、業務ごとのカテゴリーに分かれておりますので、そのあたりの業務さらにまあ国民の皆様にご理解いただくというような活用があるとは思いますけれども、 現在、私どもが属しております、ティア2というカテゴリーにおきまして、郵便事業の形でスポンサー契約を締結させていただいておりますので、郵便に関しましては、広くご理解を、ご利用いただいているというような状況でございます。そのような状況におきまして、我々郵便事業におきまして、やはり全国のネットワークを活用したオリンピックの機運醸成というものも可能だと。 いう,ふうに考えております例えば現在取り組んでいるもので、えー、みんなのメダルプロジェクトの回収箱を郵便局に設置したりとか、えー、組織委員会のポスターも、これは郵便局のように積極的に掲上させていただくと、こういうようなあのネットワークを活用した、まあ、貢献も通常の事業体として行っておりますので、それに加えて、スポンサーとして加わることによって、そのようなネットワークの価値の相乗効果があるのではないかということで、スポンサー契約を締結したと。 いうふうに理解をしております小林正夫君はい、私もオリンピックパラリンピック来年開催できることを大いに期待をしたいと思ってまた成功裏に開催できることを期待をしておきます次の質問です日本郵便にお聞きをいたしますユニバーサルサービスの定義これは社会全体で均一に維持され誰もが等しく受益できる公共的なサービスの全般を目指し 地域による分け隔てのない便,宜便益の提供義務、まあ、このようにされております。まあ、安易なサービスレベルの低下は、一層の郵便離れを加速して、郵便制度そのものの維持を困難とする可能性をはらんでいると考えます。今回の制度改正による郵便物数の予想シミュレーションと、経営への影響をどのように考えているか、お答えください。日本郵政伊勢山常務執行役 お答え申し上げます郵便部数が長期的に減少傾向を続ける中で、サービスレベルの見直しがさらなる郵便部数の減少、急激な減少につながるということは、私どもとしても避けなければならないと考えていたところでございます。しかしながら、今回のサービスレベルの見直しにつきましては、お客様の郵便に対するニーズの変化に対応したお お客様の期待の範囲の中での見直しということであの、考えたものでございますので、私どもといたしましては、今回の見直しによりまして、大幅な郵便物の減少につながるという可能性は低いものというふうに考えております。しかしながら、コロナウイルス感染拡大の下で、ダイレクトメール等の減少が続き、まあ、さらにデジタル化の一層の進展によりまして、さらなる郵便物の減少が見込まれるところでございますので、今後とも郵便物数の 動向にににつききまままましししててては注視いいいりりたたいという,ふうに考えておおすす小林夫君大臣聞今言った結果として、経営維持のために郵便料金の値上げを繰り返すという負のスパイラルに陥ることを危惧いたしますけれども、大臣の見解をお聞きいたします武田総務大臣、え日本郵便においては、この法改正後、安定したサービス水準というものを、 ここれをを維持すするたためににはは相当ななな経営努力ままずはしてていただかなくちゃならんとこのように思っておりますで、まあ、あの安定的な経営を維持するためには、やっぱり先ほど申しましたように、AI の活用等をですねフル活用して業務の効率化をしていかなくてはならない、またダイレクトメール需要の開拓など、郵便需要の拡大にも取り組んでもらわなければならないわけであります。 まあいずれにせよ、2万4000局、このネットワークと莫大に保有するデータというものを、この力を発揮して、新たなビジネスモデルにチャレンジしてもらいたいと、このように考えています小林正雄君。引き続き大臣にお聞きをいたします、まあ、今後、郵便物数が低下をしていく傾向にあると、き、ま、ょ、あ、午前中の質疑でもそういうような方向性が話,話がありました。 私はあの配達の休日を増やすことになれば、サービスの低下になるし、社会が何か大きく変わってしまう、社会にも大きな影響を与えるというふうに考えますけれども、今後の動きの中で、仮に配達について検討するということがあったにしても、平日の配達休止はやるべきではないと、私はこのように思いますけど、大臣のご認識を聞かせてください。武田総務大臣あの、まず… 郵便物の区分機能性の性能向上とともに、やはり先ほども申しました AI の活用による配達ルートの最適化、また配達におけるドローンや自動装甲車の活用など、新たな技術を導入して、えー、効率化に努めていくことが重要ではないかと、このように考えています小林正雄君、はいあの、先ほど言ったように、郵便物を投函する、また郵便をもらうということに、 特に郵便物をもらって嬉しいというふうに国民の方、感じている方も多いと思いますので、まあ、このは郵便物を配達しないという日が増えていくとね、そういう意味でも社会に私は大きな影響があると思いますから、まあ、ぜひ私は平日の配達休止はやるべきではないと、まあ、このように私の意見は申し述べておきたいと思います。日日本郵便に聞きます菅総,理菅総理は9月25日の マイナンバー制度および国と地方のデジタル基盤抜本改革ワーキンググループ作業部会で利便性を高めるためマイナンバーカードのパスワードを忘れた場合に必要な再設定や5年に1度更新が必要な本人を証明する情報の更新手続きなど一部の業務を郵便局に委託できるようにする。 来年の通常国会に関連法案を出す方向で日本郵政グループと詳細を詰めて詰めるとまあ、こういう旨の発言をしたと報じられました郵便局にこのような業務が委託されれば新たな業務となって当然要因確保が必要になると思いますけれども日本郵便としてどういう方針でこの総理の発言に臨んでいくのかお聞きをしたいと思います日本郵政伊勢山事務執行役 政府においてマイナンバーカードの普及促進等のため 郵便局にマイナンバーカードのパスワードの再設定等の業務について委託を検討していることは承知しております。具体的な委託事務の内容につきましては、今後政府側から示されると聞いているところでございます。日本郵便といたしましては、マイナンバーカードの普及促進に積極的に協力してまいりたいと考えているところでございます。郵便局において行う具体的な事務内容を踏まえまして、今後マニュアルの整備や社員向けの研修の実施、 そして必要な要因の検討を行ってまいりたいというふうに考えております小林雅雄君、えー、午前中の質疑で小沢委員が、業務と要因、これはもう関連するものだということで、えーまあ、現在までいろいろ会社と話し合ってきたというお話もありました。ぜ、ま、ひ、あ、業務量が増えていくという方向での私は話だと思いますので、要因確保も併せてやっていく必要があるんだということを指摘しておきたいと思います。 資料をを用意をいたしましまこれは先ほど、えー、と吉田委員からもアンケートの概要について質問がありました、えー。端的に質問します。この丸の上の方ですね、小さい丸が2つある方ですけれども、これはアンケートの結果によって、えー、今の制度を変更すべきでない、えー、という回答が、えー、これは個人で18.8%、法人では 27.5%の人が変更すべきではない、そして土曜日に配達休止プラス翌々日配達の場合の見込みについて、これは変更すべきでないというのが10%程度、アンケートであった、まあ、7割ぐらいの人は、えー、今回の制度改正いいんじゃないの、まあ、このようにおっしゃっているというふうに受け止めますけれども、この改正が困るというような人たちに、どういうふうに答えていくんでしょうか、お聞きいたします。 日本郵政、執行役昨今の通信手段の多様化によりまして、郵便を取り巻く環境が変化してきており、郵便に求められるニーズも、儀礼性とか、まあ、現物性。 といったものを求めるというニーズが中心となるなどの変化が生じてきていると考えられることから、今回の郵便サービスの内容につきまして、見直しを要望するに至ったものでございます。 ご指摘のとおり、引き続きスピードを求めるお客様が一定程度存在するということは承知しておりますが、そのため、速達量を1割程度引き下げて、ご利用しやすくする見直しを行うこととしております。これも含めまして、今回の郵便サービスの見直しにつきましては、お客様への周知を丁寧に行うなど、お客様のご理解が得られるように、最大限、努めてまいります小林正夫君、はい。今の答弁で まあ、速達を利用する人が増えるということが考えられます。え、これは今の速達料金の一割程度は。安くしていくと。そういうふうに受け取っていいんですね。日本郵政伊勢山城も執行役。 答え申し上げますアンケート調査の結果、引き続き郵便にスピードを求める人の割合等々を勘案いたしまして、現在、約8000万通の速達の利用がございますけれども、その1割程度の800万通程度が普通の郵便物、普通扱いの郵便物から、速達の利用に移行する可能性があるというふうに見ているところでございまして、議員ご指摘のとおり、1割程度を見込んでいるということは、その通りでございます。 小林正夫君法案に対する質疑はこれで終わります別件で一件大臣にお聞きをいたします会計検査院からの総務省への指摘について質問いたしますこれは今月の11月10日に内閣に提出された会計検査院の令和元年度決算検査報告によれば総務省は不当支出6件合計4億5410万円を指摘されています 会計検査院からの6件、合計4億5410万円もの指摘を受けたことに対して、大臣はどのように受け止めてるんでしょうか。原大臣官房長。答え申し上げます。委員御指摘の11月10日に内閣に送付された令和元年度決算検査報告におきまして、総務省については、地域の現金臨時交付金の課題交付などの不当事項6件の取得を受けたところでございます。まず、 不当と指摘された金額については、返還させるなどの措置を取る予定でございます。また、総務省では本指摘を受けて、11月13日に、省内の各部局に対して、事業完了後の実施報告書の適正な審査、地方公共団体に対する注意喚起など、再発防止策の通知を配出したところでございます。今後、このような事態が起こらないよう、適正な会計手続きの徹底を図ってまいります。以上でございます小林夫君、はい その内容を見ていくと、東京都に交付対象事業のうち、2億5882万円が事業実施期間外,外に交付をされたと、まあ、このような指摘があります。なんでこの対象期間外にこういうものを支給したということになっちゃったんでしょうか、この原因は何なんですか、こういう業務は委託でやってるんですか、お聞きします。 大村地域力創造審議官お答えいたします今回、指摘を受けました事案は、東京都が超担当事業として、社会福祉法人等の整備する特別養護老人ホーム、こういったものの施設整備に対しまして、平成25年度を事業実機関として申請をし、実施した事業でございまして、東京都は社会福祉法人への補助交付額計41億2550万円を交付対象事業費として、 総務省に実績報告書ををしし同額の交付金の交交付付金受けましたこのうち 2, 2億5882万円は平成25年度事業として申請をされておりましたが、実際は事業を実施、期間外である平成24年度以前に実施した工事費相等額にかかる補助金交付であり、交付金の交付対象とはならない経費でございました。この対象期間外経費が含まれていた要因でございますが、東京都から借主法人への 間接補助にあたりまして、交付対象となる機関の事業費の把握が十分でなかったものと認識しております。総務省におきましても、審査にあたって、地方団体に対して当初に提出する実績報告書におきましては、事業対象となる機関の事業費を適切に把握をし、報告額の精査を行った上で、提出すべきことについて、より周知を行うなど、取り組むべきものであったと考えております小林正夫君。 大臣に確認しておきます今回、不当であると指摘された2億5882万円については、東京都から返納を求める、こういうことでいいんですね大村地域力創造審議官。はい、今回、指摘を受けました東京都の事案につきましては、東京都に対し、令和2年度中の返還を命じる予定でございます小林正夫君。まあ今後、このような事案が発生することがないこと、まあ、このことを強く要望して質問を終わります。 <動>画面